皆さんこんにちは、龍河です。はい、今回はですね、こちらプリーン 3C のヘアティント、ヘアなんかティントみたいなやつを2年ぐらい前にお姉ちゃんが買ってきてくれて、これをね、でも僕そんな黒にさ入れても多分何も入らないなと思って、いつか染めたら入れようと思ってて、2年が経ったんだけど、これ今日はこれをやっています。結構もう色落ちっていうか、もうほんと色落ちしてきて、もうなんか金髪みたいな、何十年前はねって感じなんだけど、まあやってきます。ではヘアティントで、なんかちょっとなんか髪の毛をなんか濡らすっぽい、濡らちょっと濡れた方がいいらしいので、いきます。バイバイ。で、髪の毛濡らして、ちょっとなんか水気を取れみたいな感じだったので、濡ら取ってやっていきますね。ちゃんとちょっとなんか給食っぽい手袋もあります。でもさ、この1本足りるのかな、どうなんだろう。まあ足りなかったらその時でお願いします。やっていくよ。わーすごい。どうしよう、もっと全部出した方がいいかな、ちょっとずつ。どうしよう、これぐらい、一回これぐらいでいっか。どうしよう、ここら辺置いとく。どうしよう、混ぜるのかな、こうやってやる。あーすごい、やばい、どうする。待って、やばい、塗るわ、お願いします。うわーすごい。大丈夫、これもうなくなっちゃったよ。これつく、大丈夫、ちょっと怖くなってきちゃった。まだら模様とか一番やばくない、どうしよう。待って、めっちゃ後悔なんだけど、待って、待って、大丈夫これ。待って、やばくない、絶対足りなくないこれ。やばくない、なんかさ、もっとなんかさ、待って、待って、やばくない、こんなんでいいの。なんかちょっとハゲてるし、やば。待って、大丈夫、あ、もうなくなっちゃった、ほら、急になくなっちゃった、ほら、どっかついちゃったのこれ。大丈夫、後ろ行ってるこれ。これさ、どうする、これ、大失敗だったらどうする、これ。どうしよう、なんかでも1週間に消えるから、あ、そうだ、1週間に消えるじゃん、いいわ、どうせ何でもないし、正直やってみなかっただけだから、もういい、大丈夫、オッケー、プラス思考、プラス、マジさ、目が見えないからさ、今裸眼なので、あ、こうやっていけるな、全然力がないから。失敗も、まあもう何回も言うけど、失敗したらその時だよね。滑るんだけど、ゴム手袋がよかった。そんな文句ばっかり言ってたら何も始まらんけど、では、待ちまーす。肘で消します。でもうちょっと待ちきれないので、ちょっともう洗ってきます。バイバーイ。できました。では見せますね。3、2、1。これってさ、何色なのこれ、何こう、黒。どう、でもなんかさ、中はちょっとなんかまだなんていうの、染め切れてないっていうか、てかまあほあ、あ、なんかまだ、まあでも、まあ、そういう問題は自分だったもんね。まあでもそんな青ではないね、青っていうかあのパッケージの色ではないけど、まあって感じですね。で、今回は 3CE のヘアティントをやってみました。どうだったでしょうか、皆さん。これ今売ってんのかな、これ2年前に撮って、これお姉ちゃん買ってきたの、今売ってるのか分かんないけど、まあバイバーイ。最後まで動画見てくれてありがとうございました。今僕はですね、僕の誕生日の2月5日までに YouTube のチャンネル登録者数が10万人突破したらペンミを開くので、皆さんにはチャンネル登録をしていただきたいなという気持ちです。よかったらしてみてください。バイバーイ。